娘の通う大学の学園祭で、俺たち家族は危機に見舞われていた。ミスコンに出場する娘の衣装が届いていないらしい。せっかくミスコンに出られると思ったのに。悲痛な声で泣く娘。元モデルである母親から様々な技術を伝授され、今日のためにずっと練習していた。モデルを目指している娘にとって、今日は人生をかけた大事なイベントなのだ。諦めるのはまだ早い。父さんが何とかする。何とかって、お父さんに何ができるの？娘がそう言うのも無理はない。だって、俺はただの清掃員なのだ。清掃員としての俺には、娘を助けることはできない。そう、ただの清掃員なら。俺は、控え室を飛び出した。俺のこの行動が、まさか今後の人生を大きく変えてしまうだなんて、この時は微塵も思っていなかった。俺の名前は矢崎圭介。職業はとある私立大学の清掃員だ。妻の愛と娘の舞との三人家族で、ごく普通の生活を送っている。一つだけ得意なことがあるとすれば、俺の仕事場である大学に舞が通っているということ。舞は俺の仕事を知ってはいたが、まさか自分の進学先だとまでは把握していなかった。大学の合格通知を見せてくれた後、事実を切り出すまでに苦労したのをよく覚えている。当然、舞の反応は良いものではなかった。それはそうだろう。自分の親が働いている学校に通うなんて気まずいに違いない。ましてや教職員や事務員ではなく清掃員なのだから。お父さんが学校の清掃員だなんて恥ずかしくってすれ違っても他人のふりしちゃった。そう妻に言っているのを俺は隣の部屋から聞いてしまった。妻は、お父さんは家族のために働いているんだから、そんなこと言わないの。ちゃんと感謝するのよ。と言ってくれたが、舞の反応はいまいち。まあ、俺が汚れた清掃作業服で校内を歩いている姿を見て、父親なんだと自慢できるわけもない。だから俺からは何も言わなかった。舞が憧れている人物は、母である愛だ。彼女は40歳を過ぎた今でも美しい。スタイルも髪のツヤも肌も言動も若々しい。だからといって若作りをしているのではなく、年相応に不自然のない美しさだ。これはひいき目ではなく、元モデルとしての美貌の維持が彼女の癖になっているからだと言える。愛は学生の頃から、背の高さと整った顔立ちを生かし、カリスマモデルとして活躍していた。当時はあらゆるファッション誌の表紙を飾り、CM やイベントに引っ張りだこ。今は現役を引退し、会社員として働いているが、オフィスの中でのオーラが違うと、以前彼女の同僚に言われた。そんな愛のことを、幼い頃から、舞は大層慕っていた。自分も母のようになりたいと、運動や食事のバランス、美容など、ありとあらゆる知識を教わり、今や読者モデルとして活躍できている。モデルという職業は、悪いスキャンダルを寄せつけてはいけない。父が清掃員だと知られたら、舞の印象が悪くなる可能性が十分にあることを理解している俺も、極力舞の目に触れないように仕事に取り組んでいた。俺の存在が舞の将来を潰してしまうかもしれない。そう思っているのは俺と舞本人だ。ああ、お母さんはこんなに綺麗で今もかっこいいオフィスレディーなのに、お父さんが清掃員だなんて私友達に言えないよ。
みんなにお父さんの職業を聞かれたとき、すごく困るんだから。と、またしても、俺のいない場所で、愛に愚痴をこぼしている。風呂上がりの俺は、廊下で立ち聞きしてしまった。舞は、廊下に背を向けているため、俺には気づいていないが、愛とはばっちり目が合う。愛は、申し訳なさそうに、眉を下げた後、舞の頭を撫でた。そんなこと言わないで。お母さんのお仕事は、舞の憧れかもしれないけれど、どんな仕事だって大事なものなのよ。舞はあまり理解していないような曖昧な相槌を打つ。俺は二人に背を向け、寝室へ向かった。世の中の娘は、男親とうまくいかないと、テレビやインターネットでよく見聞きしている。自分も世間一般と同じ境遇なだけ。きっと、みんなこんなものだと自分に言い聞かせるしか、この寂しさと虚しさを紛らわせる方法はなかった。あんな風に言われても、大事な一人娘を俺は愛しているのだ。ある日、大学本館の掲示板にたくさんのポスターが貼られていることに気がついた。いつもだったら気に留めない掲示板であるのに、俺が目を留めた理由は、そのポスターの中に舞の顔が映っていたからだ。ポスターの上部には大々的にミスコン開催の告知と日付が記載されていた。学園祭の最終日に行われるらしい。舞がミスコン。我が娘ながら、いや、愛の娘なのだから、このような催しに出場できるのも当然だ。舞の目標は、母のようなモデルになること。着実に夢へと近づいていることを嬉しく思いながら、その日の仕事を楽しく終わらせた。帰宅してから、愛にその話をすると、自分のことのように喜んでいた。出場者は、招待券があれば、学外の人間を呼んでもいいことになっているらしい。ぜひ行きたいとはしゃぐ愛を、微笑ましい気持ちで眺めていると、舞が帰宅した。おかえり、舞。ミスコンに出るんだってね。どうして知って、ああ。舞は、俺の姿を見ると、ため息をついた。そして、お父さんは見に来ないでよね。と続ける。傷つかないわけではない。しかし、清掃作業着でミスコンなんて言って、万が一にも俺が父親だなんてバレたら、きっと舞の評価は悪くなる。そう言いたくなる気持ちがわからないでもない。うん、来月ね。グランプリに選ばれれば、デザイナーの高宮明がその人に合わせて特別に服を作ってくれるんだって。高宮明？うん。お母さんは知ってるよね。もしかして一緒に仕事したことある？高宮明とは俺たちと同世代の有名なデザイナーだ。若者の流行を取り入れつつ、日本人らしいスタイルを崩さないデザインが様々な層に支持されている。まあね。すごい。さすがお母さんね。愛と俺は顔を見合わせる。複雑そうな顔をする愛。きっと俺も同じ表情をしている。それでね、高宮明の手掛けている雑誌で掲載してもらえるんだって。ミスコンのスタッフが頑張ってオファーしたそうなの。へえ、そうなんだ。当日も本人も見に来るんだって。もしもグランプリに選ばれて高宮明に発掘されれば、世界で活躍するのも夢じゃないかもしれないの。それにねと嬉しそうに話を続ける。相当高宮明にご失神な様子だ。ミスコンの衣装は全部高宮明がデザインした服なの。
大講堂にランウェイができて、そこを歩くんだって。そう、楽しみね。愛の浮かない顔と、声色に気づかないほど、前は期待に胸弾ませている。だから、と身を乗り出し、愛に抱きついた。お母さん、歩き方とかポージングとか教えて。私、頑張りたいの。ええ、わかったわ。歯切れの悪い愛をよそに、舞はやる気満々だった。舞が眠ったであろう時間、浮かない顔をしている俺たちは、しばらく無言で向き合った。舞に本当のこと言わなくていいのかしら。愛がどうしていいのかわからない、と言いたげにうつむく。もう過去のことだし、いいんだよ。少なくとも俺の気持ちはね。あなたがいいのなら。それにしても、舞が高宮に憧れていたなんてな。私も知らなかったわ。彼、そんなに有名になったのね。何かに耐えるように、拳を握りしめる愛。俺は、彼女の手が傷つかないよう、手をそっと開かせるのだった。過ぎたことは仕方ない。今の俺たちにできるのは、舞を応援することだけだよ。ミスコンの開催日は、すぐにやってきた。俺は、もともと仕事で学内にいたし、愛は、舞に招待されていた。愛に引きずられるようにして、俺は大講堂へ向かう。俺が言っていいのかな？いいに決まっているでしょ？それに、向こうからはわかんないわよ。実際のところ、いても立ってもいられなかった。だから、愛が強引で助かったと感謝している。俺を客席に座らせると、一度舞と会ってくるのだという。ロビーに出て行った愛を見送り、時計に目をやる。今日の仕事は学園祭が終わり、客が帰ってから。今の俺は清掃員の作業服ではなく、普通の T シャツ姿。だから、万が一前に見つかっても怒られる程度で済む、はずだ。これまで雑誌に載っている前の姿は見たことがあるが、実際に動いているところを見るのは初めてだ。前は愛の容姿をしっかり受け継いでいるし、それを鼻にかけることもない。まあ、俺には辛辣だが、外でうまくやれているのならいいだろう。開始時刻が近づくにつれ、期待に胸が高まる。愛はまだだろうか、とスマートフォンをつけた瞬間、愛から電話がかかってきた。席を立ち、ロビーに出てから応答すると焦った声が聞こえる。もしもし、あなた？大変だの。舞の衣装がなくって。衣装がない？どういう意味なんだ？とにかく、控え室に来て。俺は指示された場所へ走った。関係者以外立ち入り禁止の場所には、清掃員である証明書を見せることで、難なく通過する。指定された部屋に入ると、泣いている舞と、学園祭のスタッフ用 T シャツを着ている学生と何かを話している愛。一体どうしたんだ？あなた、舞の衣装が届いていないみたいなの。何でも数日前にサイズ合わせを行ったが、何点か不備があったので一度送り返し、調整後再度届く手はずだったらしい。しかし、今朝届くはずだった衣装が、未だに手元になく、業者に問い合わせても休業中なのか応答すらないとのことだ。せっかくミスコンに出られると思ったのに、あんなに練習したのに。悲痛な声で泣く舞の肩を愛が抱き寄せた。それで俺を呼んだんだな。愛に視線を送ると力強くうなずかれる。ええ、お願い、舞のために。わかった、
何とかしよう。スタッフの学生に舞の出番までの時間を尋ねると、おおよそ1時間ごとのこと。舞の出番を最後に極力遅らせるように頼んで、俺は控え室を飛び出した。向かう先は化成学部の倉庫。ここには授業や学園祭の準備で余った布が段ボールに詰め込まれている。学園祭が終了後、廃棄するのは俺に割り当てられていた仕事だった。化成学部の教授に電話をかける。田中教授、お忙しいところすみません。あらあら、矢崎くん、どうしたの？化成学部の廃棄資材、使わせていただきたいんです。廃棄資材？倉庫の？はい、それとミシンも、実は。いいわよ、理由なんて後で。ほがらかな声が電話の向こうから聞こえる。あなたがそんなものを欲しがるなんて、期待してもいいのよね。後で見せてちょうだい。楽しみにしてるわ。ありがとうございます。俺は証明書を使って倉庫に飛び込み、必要なものを調達し、被服室へ向かった。二人を呼び寄せ、愛に舞の寸法を頼む。お父さん、何してるの？俺の行動を見た舞は目を見開いており、時間に余裕のない俺は、舞の好きそうな服をね、とだけ言って、その後はひたすら集中した。ミスコンのスタッフから出番の連絡が来た。矢崎さん、そろそろスタンバイお願いします。舞が着替えるのは同時だった。舞は自分の姿を見て言葉が出てこない。俺と鏡を見て口を開いたり閉じたりしていた。お父さん、これって。何か言いたそうな舞を愛が会場へ誘う。さ、早く行くわよ。舞の素敵な姿、みんなに見てもらいましょうね。行っておいで、シンデレラ。我ながら臭いセリフだと思ったが、舞ははにかんだ。俺は愛に頼むと目くばせをして、観客席へ向かった。舞の名前が呼ばれ、見慣れた娘の姿が壇上に現れる。その瞬間、会場中がどよめいた。これまでの出演者がまとっていたきらびやかで女性らしい衣装とは違い、舞が着ていた服は様々な布地を使った継ぎはぎだらけの衣装。まるでピエロのようなドレスだ。これ、高宮明の衣装？それにしては風変わりよね。周囲から困惑の声が聞こえる。しかし俺は何も心配していない。だってあれを着ているのは舞なのだから。カラフルで可愛い。奇抜な衣装だけど、矢崎さんとっても似合ってる。いいなあ、あんな服が着られるようになりたい。見れば見るほど舞を肯定する感想が広がっていく。舞の友人らしき女の子たちは一生懸命手を振っていた。歓声を浴びた舞は堂々とランウェイを歩く。愛から教わった動きを完璧にこなしていた。私の教えとあなたの衣装、まさかあの子のこんな姿が見られるなんてね。いつの間にか隣に戻っていた愛がうっとりした声を上げる。ありがとうと礼を言われ、俺はただうなずいた。ランウェイを歩き切った前に、スタッフがインタビューのためにマイクを近づける。お疲れ様でした。かなり派手な衣装ですが、よくお似合いです。こちらの衣装のポイントをお聞かせいただけますか？ありがとうございます。この衣装は私の父が作ってくれました。父が私のためだけに愛情を込めて作ってくれたこと、
これが最大のポイントです。再び観客たちが騒ぎ出す。俺も驚いた。まさか俺のことを言ってくれるなんて思わなかった。お父様が？はい。舞はその後何か言いたそうにするも、言葉が詰まっているようでなかなか言葉が出なかった。しかし舞は意を決して言葉を紡ぎ出した。本当は皆さんと同じく高宮明さんの衣装を着る予定でした。ただ手違いで衣装が届かず出場を諦めていたんです。すると父がこんなに素敵な服を作ってくれました。壇上でスカートの裾をひらひらと回せる。私は直前まで父にステージを見に来ないでってひどいことを言っていたんです。なのに私が困っていると迷わず助けてくれました。おかげでこんなに素敵なステージに立つことができました。今日のことは絶対に忘れません。お父さん、今までひどいことばかり言ってごめんなさい。私のことを大事に思ってくれていること、この衣装からすごく伝わってきました。途中で、おえつまじりのスピーチになる。舞は泣いていた。このドレスは私の宝物です。本当に感謝しています。ぐすぐすと鼻をすする音が聞こえる。前の女の子たちが目元にハンカチを当てていた。矢崎さん、お父様は今会場にいらっしゃいますか？多分。でしたら、面と向かって感謝のお気持ちを伝えますか？矢崎さんのお父様と呼ばれ、さすがに心臓がひっくり返ると思った。観客は前の父親を探してキョロキョロとしている。言ってもいいのだろうか。呼ばれてるわよ。トンと背中を叩かれた。愛だ。そうだな。舞が待っているんだ。行かないわけにはいかないか。俺は意を決してステージに歩いていった。スタッフに誘導されて壇上に上がる。お父さん。舞。お疲れ。私。涙が溢れると同時に、舞は俺に抱きついた。瞬間、会場が大きな拍手に包まれる。そんな中、舞が小さな声でありがとうと言った。素敵なご家族ですね。矢崎さん親子にもう一度大きな拍手を。そう司会者が言うと、会場のボルテージは最高潮となった。俺は信じられない気持ちで舞と共に手を振りステージを降壇した。控え室に戻り額の汗を拭っていると、そうだ、写真撮ろう。舞が控え室の前でスマートフォンの画面を向けた。舞が俺と写真。感激している俺と目元は赤いが、笑顔の舞。二人の姿がカメラに収まった後、二度と聞きたくない声に呼ばれた。矢崎、久しぶりだな。え？スマートフォンから視線を外すと、高宮明が俺たちの前に立っていた。高宮さん？舞は途端に緊張し、90度に腰を折る。そういえば、高宮明に憧れているんだったな。はじめまして、私。矢崎の娘だろ？見てたよ、そのひどい衣装。え？何を言われているのか分かっていない前に、高宮は馬鹿にしたような笑い声を上げる。あははは、この親にしてこの子ありとはよく言ったもんだ。こんなダサい、貧乏臭い衣装でステージに立つなんて、神経を疑うぜ。何を。憧れの相手に見下されている事実を受け止めきれないのか、
舞は呆然としている。そんな舞の前に立った俺は、高宮を睨みつけた。馬鹿にするのは、俺だけでいいだろう。馬鹿にねえ。今は何の仕事してるんだ？この大学の清掃員だよ。俺はもう、恥ずかしいと思う気持ちもない。舞がこんな俺を認めてくれたのだから、どんな職業だって胸を張って伝えることができる。清掃員？嘘だろ？そこまで落ちぶれるなんてな。腹を抱えて笑い出す高宮。落ちぶれてなんか。舞が俺をかばおうとしたのか、何か言いかけた途端、高宮は舞を上から下まで見て、鼻で笑った。こんなボロ切れが似合うやつ、誰が投票するんだろうな。少なくとも俺はしない。お前なんかに、俺のデザインした服を着られるなんて、まっぴらごめんこむるぜ。いい加減にしろ。俺が出した声に、舞が肩を跳ねさせる。娘の前で怒ることなんて、めったになかったからだろう。怖がらせて申し訳ないが、舞を馬鹿にされて黙っていられるほど俺はのんきではない。君が気に食わないのは俺だろう。俺のことは何とでも言っていいし、昔のことももう何とも思わない。だが、娘を馬鹿にする奴を一生許すつもりはないぞ。なんだよ、威勢だけは人一倍だな。どんくさくて世間知らずで、業界を干されて当然だよな。業界を干される？どういうこと？舞が独り言のように高宮の言葉を繰り返す。高宮はそんな舞を鼻で笑った。お前、娘のくせに何も知らないんだな。俺は悪いことなんてしてねえよ。悪いのは、信用できる人間がそばにいなかったお前だろ？簡単にお前を裏切れるような人間ばかりでさ。そんなんだから、俺にパクられても泣き寝入りしかできなかったんだよな。情けない話だ。よくもそこまで人のせいにできるわね。そう言いながら現れたのは愛だった。控え室まで俺たちを迎えに来てくれたのだろう。お母さん。お疲れ様、舞。すっごく素敵なステージだったわ。舞へ柔らかな笑顔を向けた後、高宮を冷たい眼差しで睨んだ。久しぶりね。私の夫と娘に何か？いや、相変わらずお綺麗なことで。高宮は愛の姿を見るなり、俺たちに背を向けた。俺を選んでおけば、今頃勝ち組の人生だったのにな。最後に、全く心に響かないセリフを吐き捨て、去っていく。ようやく嵐が去り、控え室に入った途端、舞が不安そうに俺に尋ねた。さっきの、本当なの？高宮さんがお父さんのデザインを真似たって。それに私、お父さんがこんな服を作れるなんて知らなかった。ねえ、二人ともどうして教えてくれなかったの？これ以上は隠し通せないと思い、俺は舞に過去の出来事を説明した。俺はもともとファッションデザイナーだった。当時はそれなりに名の知れた存在で、若者の流行を取り入れつつ、日本人らしいスタイルを崩さないデザインが、つまり今の高宮と同じスタイルで活躍していた。そして当時モデル業をしていた愛に出会った。最初は俺が彼女のファッションショーのために服をデザインする仕事がきっかけだった。仕事への熱意や趣味など様々な点で意気投合し、すぐに仲を深めていった俺たち。そんな俺を心よく思わなかったのは、同じくデザイナーであった高宮だ。その時の彼は、自分のデザインが
広く受け入れられず、細々と活動していた。彼は愛に思いを寄せていたらしく、俺の存在が気に食わなかった。何度か喧嘩を売られたこともあったが、誰を選ぶのかは愛が決めることだと思い、ひょうひょうと交わし続けていた。愛と仲が良く、加えてデザイナーとしてもある程度知名度のある俺に、高宮は嫉妬の炎を燃やし、ついに強硬な手段に出たのだ。とある大手ファッション誌のデザインコンテストに応募した俺は、担当者から連絡を受けた。俺が他人のデザインを盗んでいる疑いがあるとのことだった。その出版社は何度か訪れ、顔見知りもいたため、直接話を聞きに行く。すると、俺と似たデザインの服が先に応募されていた。そのデザインこそ高宮のものだった。俺は自分のアイデアだと主張したのだが、その後別の取引先からも、俺の過去のデザインが高宮からの盗作であると疑われた。似たような作品が応募されているらしい。そんな事実がないことは誰よりも俺が知っている。しかし、あまりにも多くの人間が主張し、俺の作業用の机から高宮のラフ画が出てきたことから、俺の盗作は確実のものとなった。証拠が出ては、俺が何を言っても無駄だった。高宮は、俺を訴えはせずとも、これまでの仕事先からの出入り禁止を命じ、多くの出版社やイベント会社がそれに従った。そうして俺は仕事を失っていった。この様子を見ていた愛は、親しいモデルやデザイナーたちからこっそりと探りを入れてくれていた。すると、俺の盗作事件は、すべて高宮が裏で操作していたことが分かった。俺が盗作していると主張していた人物は、すべて高宮が金で買収しており、俺の机にあった高宮のラフ画も、同じ事務所で高宮の指示を受けた後輩が忍び込ませたらしい。これらの証言があれば、高宮に仕返しができる。そう愛は言ってくれたが、俺は金で簡単に釣られてしまった人たちのことを考えると怖くなってしまった。復帰したとしても、また同じことが起こらないとは限らない。これまで親しいと思っていた人たちは、金で簡単に裏切ったのだから。俺は何もかもが嫌になり、愛の引き止めを振り切ってデザイナーを辞めた。一方で、これまでの俺の作品は、すべて高宮のデザインだということになり、彼は一躍有名になったのだ。この仕事は俺に向いていない。蹴落とし、蹴落とされる覚悟が必要なのだろう。もちろん、すべてを知っている愛が高宮になびくはずもない。愛は、こんな俺でも一緒にいたいと言ってくれた。俺も、その頃には愛のことが好きだったが、無職の状態では彼女に迷惑をかけてしまう。新しい仕事を探すことにした俺に声をかけてくれたのが、今働いている大学の家政学部で教授をしている田中先生だった。つまり、舞の学校は俺の母校でもあるのだ。学生時代から俺を何かと気にかけてくれていた田中先生は、盗作事件も何かの間違いだと信じてくれた。彼女は俺のデザインも人間性も知っている人の一人だからだ。そんな田中先生は俺に大学で働かないかと提案してくれた。講師の枠はあり、俺なら大歓迎とのことだった。しかし、もうデザインの仕事に関わりたくなかった俺は丁重に断った。そうして他に空いていた仕事である清掃員として仕事を再スタートさせるに至ったのである。一通り話し終え、恐る恐る舞の顔を見ると泣いていた。私、本当に何も知らずにお父さんにひどいことばっかり。舞が悪いんじゃないよ。今まで黙っていて本当にすまなかった。
前に言えなかったのは、俺自身が昔のことを思い出したくなかったのと、モデルを目指している前に夢を壊すような話をしたくなかったからなんだ。舞、ごめんね。愛も一緒に謝ってくれた。舞は首を横に振ると立ち上がった。お父さんもお母さんも何も悪くないじゃない。ありがとう。舞が分かってくれるだけで十分だよ。高宮がこれからどうなろうと、俺の知るところではないのだから。二人が許しても、私はこのままで終わらせたくない。お父さんの衣装、もっと多くの人に見てもらいたいもん。見てて、私がお父さんの無念、晴らしてあげるんだから。いい考えがあるのと言った舞を心配しながら、俺と愛は再び観客席に戻った。もうすぐグランプリの発表が始まる。一人一人が舞台に呼ばれ、その中には当然舞の姿があった。堂々と胸を張る姿に、大きくなったなぁと胸が熱くなる。まずは審査委員である家政学部の講師、生徒代表、そして高宮たちが簡単にコメントを残し、早速3位となった生徒から名前が上がる。湧き立つ観客席。3位の生徒も2位の生徒もグランプリには選ばれずとも爽やかな笑顔を見せていた。そしてグランプリの発表。俺と愛は両手を組み、祈るようにステージを見つめる。栄えあるグランプリは、1年、矢崎舞さんです。やった。すごい、舞がグランプリよ。俺たちの歓声は周囲の拍手にかき消される。それでも舞は確かにこちらを向いて微笑んだ。矢崎さん、おめでとうございます。グランプリの副賞として、デザイナーの高宮明さんの手掛けた衣装で雑誌に掲載されることになります。高宮はスタッフに促されて登壇し、コメントを求められた。グランプリ、おめでとうございます。矢崎さんのような素敵な女性に似合う衣装。きっと素晴らしいものにしてみせますので、期待していてくださいね。先ほどの態度とは打って変わり、まるで別人だ。愛は、どの口が、と歯を食いしばっている。とのことです。矢崎さん、楽しみですね。マイクを向けられた舞は、満面の笑みでこう言った。いえ、私は、高宮さんの衣装は着ません。その言葉に、時が止まったかのように、会場が静かになる。かと思うと、ざわざわとどよめいた。俺と愛も、顔を見合わせる。司会者も、一瞬呆然とした後、マイクに口を近づけた。それはどういう？私は父の衣装でグランプリになれました。だから雑誌社が許してくださるなら、父の衣装を着て撮影に臨みたいと考えています。再びしんと静まり返る会場。ポカンとする司会や高宮。しかし、我に返った高宮は、なんとか体裁を保ちつつ、前に問いかけた。私の衣装はお気に召さなかったんですかね？ええ。一度試着させていただいたとき、確かに素晴らしい衣装だとは思いました。でも、今こうして父の衣装を着たときとは全く着心地が違うんです。いやいや、素人の服で何よ。それに、私はあなたのような卑怯で嫉妬に狂うような人の衣装なんか着たくありません。物腰柔らかだった高宮だったが、いよいよ豹変した。学生風情が何を偉そうに。お前なんかに俺のデザインがわかるか。あなたのデザインなんて知らないわ。お父さんの作品をパクって有名になったくせに。前のマイクを通した言葉は、
会場のみんなが聞いている。その主張が正しいのかわからない観客は戸惑うばかりだ。は、何を言い出すかと思えば、適当なことを言って俺を貶めるつもりか？貶めるも何も本当のことです。そうか、そこまで言うんだったら証拠はあるんだろうな。そう言い張ると、高宮は前の耳元で囁いた。ここにはマスコミも来ているんだぞ。嘘だとわかれば名誉毀損で訴えてやる。お前も、お前の家族も終わりだ。すると、舞はにやりと笑って言った。ご心配なく、証拠はありますから。舞はスマートフォンを取り出し、マイクに向けた。矢崎の娘だろ？見てたよ、そのひどい衣装。それは紛れもない高宮の声。先ほどの話し声の録音だった。こんなダサい、貧乏臭い衣装でステージに立つなんて、神経を疑うぜ。そんなんだから俺にパクられても泣き寝入りしかできなかったんだよな。情けない話だ。おい。高宮は顔を青ざめさせ、前からスマートフォンを取り上げようとする。しかし、簡単にかわされ、ステージの上で盛大に転んだ。彼のように他人の作品を馬鹿にし、父のデザインを盗むような過去を持つ人の衣装なんて、絶対に着たくありません。マイクなしに大声で主張する舞。高宮は立ち上がると、再び舞に向かって拳を振り上げた。しかし、会場の警備員に取り押さえられる。わめきながら退場させられる高宮を、今度は舞が鼻で笑った。父は彼に仕事を奪われ、デザイナーの仕事を辞めました。そして私のためにずっとこのことを隠し続けていたんです。父がデザイナーの仕事に誇りを持っていたこと、そしてその腕が全く衰えていないことは、この衣装から十分に伝わります。私はそんな父を尊敬しています。私の夢は大舞台に立てるようなモデルになることです。だけど今は少し変わりました。父の衣装を着てステージに立ちたいです。皆さん、今日はありがとうございました。舞のお辞儀とともに拍手や口笛が飛び交う。俺と愛も惜しみない拍手を送った。舞は先ほど俺と写真を撮った後、そのまま二人での動画も撮影しようとしていたらしい。そこへ偶然高宮がやってきて、驚きのあまり、録画ボタンを停止することを忘れていたらしかった。つまり、高宮の顔もバッチリ映った暴言のデータが証拠品として彼の事務所や取引先へ送られることとなった。舞が言っていた、いい考えがあるとはこのことだった。もしグランプリにならなかったらどうするのかと尋ねたが、お母さん伝授のポージングと、お父さんの作った衣装、そして娘である自分をもってしてグランプリにならないはずがないとのことらしい。これくらい自信がなければモデルはやっていけないと愛は喜んでいた。ミスコンの様子は様々な方面で拡散された。高宮が過去にデザインした作品は盗作であり、本当は俺のものだったこと。これにより、当時金で動かされた出版社の社員も処分を受けた。もちろん高宮は様々な虚偽や不正を行ったとして、あらゆる方面から訴訟を起こされる始末。最初は彼のファンや大手取引先が擁護していたものの、叩けばボロが出てくるばかりでかばいきれなくなったそうだ。彼がどうやって賠償金を支払うのか、今後の生活をどうするのかはわからない。まあ、著作権侵害により逮捕の可能性もあるので、俺があれこれ考えてもどうしようもないだろう。舞は
その堂々とした立ち振る舞いと、家族への愛情、そして高宮を追い詰めた勇気が評価され、タレントや芸能事務所から多くのスカウトを受けている。本人はモデルを目指しているので、所属は断っているが、短期契約でテレビや雑誌に出る機会が増えた。そして俺は、舞の称賛を受け、再びデザイナーとして活動することに決めた。舞の言葉に自信をもらった俺は、何としても恩返しがしたい。そのためにも、彼女がモデル業を始めた時のために、腕を鳴らしておかなければいけない。俺は、一人で事務所を起こした。そして、会社勤めだった愛が、経験を生かして、事務業務を行ってくれることになったのだ。会社を辞めることになって、申し訳なく思ったのだが、彼女は、俺の復帰を何よりも喜んでくれた。舞のミスコンでの発言のおかげで、俺の名前も再ブレイクし、過去の取引先から謝罪を受けた。今では田中教授からの好意で、生徒へ特別講師として指導することもあるほどに忙しくしている。そんな俺の会社の名前は、シンデレラ。舞がこの社名がいいと言って譲らなかったのだ。お父さんが、私をシンデレラにしてくれたんだから。そういう舞の笑顔を思い浮かべながら、俺は今日も彼女をプリンセスにする服を考える。人を信用できずに諦めた道だった。しかし、娘が俺の闇を取り払い、切り開いてくれたのだ。今の俺には、信頼できる妻と娘がいる。二人がいるなら、何だってできる。そうだ、愛の誕生日にはドレスを作ってみようか。創作意欲にあふれる自分はとても生き生きとしていることがわかる。人の汚い部分を見たことがあるからこそ、俺を照らしてくれる家族の存在がいかに大切か身に染みてわかる。二人には本当に感謝している。そんな俺はこれからも家族を大切に、家族に誇れる自分でありたい。帰っていいって、冗談ですか？俺が冗談なんか言うか、君はもう用なしだと言ったんだよ。用なし？高級料亭に商談に来ていた取引先と俺。取引先とうちの会社との共同プロジェクトで一流のシェフをおもてなししていたのだが、シェフが席を外すと、取引先は態度を急変。取引先は、俺を高卒だと見下し、商談の途中で帰れと言ってきた。お前には、分不相応だ。10億円規模のプロジェクトだぞ。高卒のお前には手が余る。それに、君のところと提携なんかしなくても、我が社だけで大丈夫だ。そんな、このプロジェクトは、うちの社運がかかった大事なプロジェクトなんですよ。だからなんだって言うんだ。君みたいな低学歴は、黙って私の言うことに従ってればいいんだよ。横取りする気ですか？横取り？何をバカなことを。世の中は弱肉強食。お前らみたいな弱い奴は、俺らの餌になるんだよ。そうやって、お前も社会の役に立つんだ。光栄だろ？ははは。なんてやつだ。俺は怒りを抑えて席を立った。上機嫌に笑う取引先。見てろよ。俺は、ある計画を実行することにした。そして、取引先は、自分のしでかしたことを、一生後悔することになる。俺は木村雄大。大学へは行かないという選択をしたのは、紛れもなく、俺自身の選択だった。両親は、一人息子の俺を、大層な期待を込めて育てた。評判のいい小中学校に通えるようにと、学区を調べて、引っ越しをしたり、小さい頃から学習塾に通わせたり、
あなたはお父さんの後取り息子よ。母は口癖のようにそう言った。父は寡黙で仕事ばかり。だが食事のマナーにはめっぽう厳しく、少しでも行儀がなっていないとこっぴどく怒られた。小さい頃の父の記憶はそれぐらいしかない。俺は当たり前のように厳しい家庭環境を過ごした。これが普通。ずっとそう思っていた。だが転機が訪れる。それは高校一年生のことだ。よう、雄大。お前いつも背筋を伸ばして弁当を食べてんな。ちょっと柄の悪い同級生にそうからかわれた。ああ、癖なんだよ。家が厳しくてさ。ふーん、美味しそうな弁当じゃんか。ちょっとくれよ。ああ、いいよ。うまいうまい。ありがとう。そうだな。お返しにいいこと教えてやるよ。今日の放課後は暇か？正直、あまり関わりたくないんだけどな。今日は塾があるんだ。そっか、塾は何時に終わるんだよ。19時頃だよ。よし、わかった。ちょうどいいじゃないか。それなら塾の前で待っててやるよ。いやいや、待っててくれなんて頼んでない。同級生は俺に塾の場所を聞き、じゃあなとそのまま離れていった。まさかカツアゲか？さすがにそんなことをするほど悪くはなさそうだし。はあ、ああいう人たちはいいな。毎日が自由で楽しそうだ。俺だって放課後に友達と遊びに行ったりしたいのに。部活もせずに塾に通い詰めの俺は一緒に遊べる友達がいなかった。俺は決められた生活を送り続ける。塾が終わって外へ出た頃、同級生の顔を見て約束を思い出した。おうおう、お前も大変だな。すぐ済むからちょっと来いよ。俺を強引に連れてきたのはちょっと大きめのコンビニだった。ちょっとここで待ってろ。同級生は俺をイートインスペースに待たせ、何やら買い物をした。戻ってきた彼の手にはカップラーメンが2つある。実はよ、今日は弁当も財布も家に忘れてきてさ、それでみんなのおかずを分けてもらってたんだよ。お前にももらったし、お礼だよ。一緒に食おうぜ。こんな人目のあるところで？同級生は手慣れたようにカップ麺を開けてお湯を入れる。よしよし、ほら、こっちがお前の分だ。そうやって、俺の前にカップ麺と割り箸を置いた。厳しすぎる家庭のせいで、俺はカップ麺を食べたことがなかった。目の前に置かれたそれに興味がそそられた。よし、そろそろいいか。食べようぜ。同級生はカップ麺を開けて豪快に食べる。どうした？早く食えよ。ああ、ありがとう。あの時食べたカップ麺の味が忘れられない。俺の青春を彩る数少ない1ページ。それは俺の将来を左右することになった。高校2年の後半にもなると、親の俺への教育は余念がなかった。雄大、そろそろ受験勉強しないとね。大学はここか、ここね。そう言って、母は大学のパンフレットを机に置く。母さん、大学って行かなきゃダメかな。何を言ってるの？大学に行かないと学歴で苦労するわよ。それに、いい大学を卒業しておいて、損はしないから。何もしないでお父さんの後継ぎにはなれないのよ。そうだよね。俺はそんな母の言葉にへきへきしていた。自由への憧れは日に日に強くなっていった。
俺、大学には行かない。勉強は好きじゃないから、もうやめたい。家族での夕飯時に、俺は勇気を出して言った。言葉にした瞬間、心臓の音が大きくなり、体が緊張した。父がピタッと箸を止めて、俺をじろりと見る。母はヒステリックに叫んだ。雄大？どうしたの？大学に行かないなんて言い出して、ちょっと疲れが溜まってしまったのね。そうよね。明日は一日塾を休んで、しっかり英気を養って。違うよ、母さん。俺は母の言葉を遮った。もう嫌なんだよ。今勉強を続けることも、将来父さんの会社を継ぐのも。俺だってみんなみたいに自由に生きたい。みんなが真剣に進路を考えてるのを見た。それに比べたら、俺なんてただのロボットじゃないか。自分の決めた人生を自分で生きたいんだよ。まあ、雄大、考え直しなさい。あなたも何とか言ってちょうだい。母の懇願に、それまで黙っていた父が口を開いた。雄大、どういうつもりだ？今のお前に何ができる？今は勉強しかできないよ。ずっとそれしかさせてこなかったじゃないか。じゃあ、勉強していい大学に行ったら何ができるんだよ。それなら何がしたいんだ？それを探すために勉強をやめたいんだ。頼むよ、父さん。勉強は続けろ。父は冷たく言い放った。はい。その迫力に俺は父に逆らえなかった。その日はそんな自分が悔しくて眠れなかった。が、俺は納得がいっていなかった。次の日、俺は塾をサボった。今思えば反抗期だったんだろうな。両親には大層に怒られた。無断で休んで塾の先生方に心配をかけよって。父の怒りの形相。行きたくないんだ。その俺の小声は怒鳴る父へのせめてもの抵抗だった。なら、もう塾には行かなくていい。自分の力だけで大学に行ってみろ。父のその言葉に、俺は複雑な心境だった。もともと大学には行きたくないんだ。塾に行かなければ、少しでも自由な時間が手に入る。目先の自由が欲しかった俺は、大学に行くつもりもないのに、したたかに口だけの返事をした。わかった。その日から塾には行かなくてよくなった。その代わり、あの同級生たちとつるんで遊んだ。人と笑い合って生きるのがこんなに楽しいとは思っていなかった。高校を卒業する間近、俺はアルバイトを始めた。なんとか一人で生きていく第一歩、その資金を稼ぐためだ。そして大学受験もせず、貯めたお金を持って家を出た。そして食品メーカーの下請けの営業として就職を果たした。初めての一人暮らしは大変そのものだった。家事はもちろん、掃除もしないとすぐに部屋が汚れる。家が毎日綺麗だったのは母さんが掃除してくれてたのか。それに自分で作る料理も味気なかったり濃すぎたり、食費だって馬鹿にならなかった。だが泣き言なんか口が裂けても言えない。大丈夫かと心配する母親に俺は強がった。しっかりやってるよ。心配しないで。大学入試を受けなかった時は派手な口喧嘩をした母。それなのに手のひらを返したように俺を心配する。やはり親なんだな。わがままを言って家を出たことを少しだけ後悔した。会社に入った頃は
右も左もわからずに、随分と苦労したが、周りの先輩方に囲まれて、仕事を覚えていった。俺の仕事に接待はつきもので、契約を切られないように、定期的に接待をする。それ自体は苦ではなかったが、一人の元請けさんが嫌いだった。木村くん、そろそろ行かないかね？はい、そうですね。いつものお店ですか？ああ、先に行って待ってるから、ゆっくりと来なさい。ああ、またかよ。引田さんからの誘いは憂鬱だ。こっちだって接待の予算はある。俺は彼の行きつけのスナックにたびたび呼ばれていた。行って多少の仕事の話ができるのならまだいいが、彼は全くしない。接待という風習を自分の私利私欲のために使っているようだった。こういう下っ端の奴らをうまく使ってこそのエリートだよ。こういうところで学歴の差が出るからね。そう豪語する引田さんをスナックの人は気まずそうにしながらももてはやしている。まあ仕事だからな。が引田さんはそれを真に受けている。お会計を払って店を出る俺と引田さん。次回の契約更新なんですけど。ああ、高卒が仕事の話をしてくるな。君は私の言われた通りにしてればいいんだ。さもないと契約を打ち切るぞ。今日も何の成果もあげられない接待。いつも俺のことを高卒と見下し、まともに話も聞いてもらえない。そんな引田さんと共同であるプロジェクトを進めることになった。巷で有名な個人店の商品を全国のコンビニなどで取り上げていく企画だ。プロジェクトのメンバーには俺の会社から数人、引田さんの会社からも数人。俺は営業担当として2社の命運を背負った。俺に白羽の矢が立ったのは俺が立案した企画でもあるからだ。第一弾ということで、有名ホテルのシェフ監修で複数の商品を同時に発売予定だ。うちの会社から持ち出した企画だが、提携先の社長は乗り気で、かねてから担当だった引田さんだとやりやすいだろうという気回しから、引田さんが担当することになった。できれば他の人が良かったが、打ち合わせがてらに接待に誘うも、行きつけのスナックばかり。この私が高卒の手伝いをしてやるんだから、ありがたく思え。そういうばかりで、企画の細かい趣旨などは一向に聞いてくれなかった。そっちはそっちで、上司から聞いているだろうから、まあいいか。そう軽く考えていたが、俺はそのことを後悔することになる。監修してくれるシェフと会食の席を設けることになったある日、俺は失礼がないようにと最高級の料亭を予約した。一年以上も予約で埋まっている人気店だからかなりの無理をした。これには引田さんも驚いているようだった。お前、たまにはやるじゃないか。たまには。聞き捨てならない言葉を聞いたが、これで話が進めばいい。その時はそんなのんきなことを考えていた。一番奥の個室、立派な庭園が見える広い部屋。柔らかな和の雰囲気とスタイリッシュなテーブルが不思議とマッチする洗練された空間。シェフも交え、静かに会食は始まった。今回いただいたお話は、私もぜひに進めていきたいと思ってるんだよ。シェフのその言葉に、俺たちは安堵した。ぜひお願いします。では、スケジュールについてですが。ある程度、細かい内容まで話は進んだ。失礼。
少し咳を外すよ。お手洗いだろうか。シェフが咳を外した。部屋から出ていくのを静かに見送って、ふーっとため息をつく。個室には、引田さんと二人きり。うまくいきそうですね、引田さん。少し緊張をほぐそうと、引田さんに話を振った。そうだな。よし、お前はもう帰っていいぞ。ん？帰っていい？聞き間違いか？帰っていいって、冗談ですか？俺が冗談なんか言うか。君はもう用なしだと言ったんだよ。用なし？言葉の意味がわからずに、俺は引田さんを見返した。下請け風情が調子に乗るんじゃないよ。本気でこのプロジェクトに携われると思ってるのかね。まったく、めでたいやつだ。これだから学歴のないやつは。え？共同プロジェクトでしょ？そもそも我が社から持ちかけた話、分不相応だと言ってるんだよ。10億円規模のプロジェクトだぞ。それに、高貴なシェフと高卒が口を聞くことすら失礼に当たるだろうが。これからは我が社のみで話を進める。君のところと提携なんかしなくても、我が社だけで大丈夫だ。君はもう帰りなさい。我々の話の邪魔だ。そんな、このプロジェクトには、うちの会社の今後も関わってくる大事なプロジェクトなんですよ。既存の契約、全部打ち切りにしてもいいのか？なんて汚い。元請けという立場をあからさまにちらつかせるなんて。俺の心に怒りがこみ上げてくる。今回は新規プロジェクトの話ですよ。契約のことは今関係ないでしょう。やれやれ、私の機嫌を損ねないでくれたまえ。君みたいな低学歴は黙って私の言うことに従ってればいいんだよ。さあ、どっちにするんだ？このプロジェクトも取れず、既存の契約も打ち切りにされて帰るか。既存の契約だけでも継続の約束を取って帰るか。頭の悪いお前でもさすがにわかるだろう。あまりにも理不尽な選択肢。俺は怒りを抑え、なんとか引田さんを納得させられないかと頭をひねる。が、いい案は出てこない。怒りで思考が回らなかった。相手も、こんな低学歴を担当につけてくる会社は信用できないだろう。10億円のプロジェクトに、大学も卒業してないような、いい加減な人間が携わっていいわけがない。分かったら君は帰れ。エリートの俺様がうまく言っておくから。横取りする気ですか？横取り？何をバカなことを。世の中は弱肉強食。お前らみたいな弱い奴は、俺らの餌になるんだよ。そうやって、お前も社会の役に立つんだ。光栄だろ？ははは。ここまで言われて、俺はもう我慢ができなかった。では、失礼させていただきます。はははやっと理解したか。自分が低学歴の無能だと。ここの支払いは、御社で持っていただけますか？ああ、もちろんだ。君が払える程度の金額だろう。何の問題もない。さっさと会社に帰って、プロジェクトから外れたと報告しておきなさい。この引田が引き継いだと。やはり優秀な人間が対応するべきだ。これで、私の昇進は間違いなしだな。わかりました。では。あまりにも自己中心的な引田さんの振る舞いに、静かに怒りを燃やしながら席を立ち、そのまま部屋から出た。こうなれば、もうなりふり構っていられない。
見てろよ。俺は頭の中である計画を立てた。しばらくするとシェフが部屋に戻ってきた。おや？木村くんがいないようだが。ああ、彼は先に帰りましたよ。別の仕事があるとかなんとか。まったく無責任なやつですよ。そうか、残念だな。俺が不在の会食も終わりを迎え、二人は帰り支度をする。受付に移動すると中井から、こちらでございます。と伝票を渡された。一、十、百。あれ？おかしいな。引田さんは伝票の桁を何度も数え直して、それでも信じられないと言った様子。100万円。坊ちゃんがいらっしゃらないのであればお支払いいただきたいのですが。坊ちゃん?その予約をした木村のことですか？はい。そんなこと聞いてないですよ。え？あの高卒の木村がここのご子息？何かの間違いでしょう。うろたえる引田さん。シェフが声をかける。どうしたんだ？あ、いえ、ちょっと木村に電話かけますんで、ちょっとお待ちくださいね。引田さんは震える手で俺に電話をかけた。すると、スマホの着信音が引田さんの後ろで鳴った。大丈夫ですか？俺は見かねて声をかけた。木村、お前帰ったんじゃ。いや、引田さんだけだとやっぱり心配でしてね。帰るふりして残ってたんですよ。お前、なんでこんな大事なこと黙ってたんだよ。俺に100万ふっかけやがって、ふざけるなよ。ふざけているのはどっちです？商談の途中で帰れと言ってきたのはそっちでしょ？シェフ、大変失礼いたしました。お支払いにご心配をおかけしてしまって、私に任せていただければ。俺は引田さんの手から伝票を引き抜いてシェフに頭を下げた。木村くん、別の仕事があると聞いていたが？それは、実は、引田さんに高卒は不要と言われまして。おい、木村。だってそうでしょう、引田さん。今まで我慢してきましたが、もう我慢も限界だ。この企画は私が立案したんです。それを横取りなんて真似するなんて、ひどすぎます。横取り？木村くんが言っていることは本当なのかね？シェフが引田さんに問いただす。いや、これは木村が勝手に。では、どうして彼は今ここにいるんだい？君の話では仕事があるから一足先に帰ると言っていたではないか。それは、しどろもどろになる引田さん。シェフは大きなため息をついて、今回の話は断らせてもらうと言った。そんな、待ってください。引田さんが焦って言った。引田さんだったか？君とは仕事はしたくないと言っているんだよ。そもそも私は木村くんだったから乗り気になった話だ。そんな、私は大手の営業ですよ。我が社の力があってこそじゃないですか。それに、私は有名大学も出ている優秀な人間ですよ。こんな低学歴よりも仕事ができるし、信用もあります。私は、そういう人間が一番嫌いなんだよ。学歴だけで仕事ができるのか？君は信用ならん。あまりにも自己中心的だ。人間同士が集まって、信頼し合って、初めていい仕事ができる。そういうものじゃないかね。
私の名前を君の私利私欲のために使ってほしくないんだよ。木村くんがいるなら話を進めていきたいがね。それは俺もシェフと仕事をさせていただきたいです。なら、これから話を進めようじゃないか。シェフのその言葉に俺は安堵した。引田さんも安堵したようだった。よかったよかった。それでは特別に木村も同席させまして。君はなし。それが条件だが、この話の流れで、まだ自分が携われると思っているのか？まったくおめでたい人だ。君がいると不愉快極まりない。君の会社にもそう伝えておく。もう席を外してくれ。シェフの言葉に引田さんは呆然と立ち尽くした。やっと理解したのか、自分が邪魔者だと。申し訳ありません。二人だけでもう一席お付き合いいただいていいでしょうか。今日は満足したが。苦笑いするシェフ。そこに助け舟が来た。坊ちゃん、ちょうど最高級の白ワインが入っております。デザートや軽いおつまみにもよく合いますから、奥のお席でいかがでしょうか。ありがとう。シェフ、いかがですか？ほう、それ私なんでみたいな。すまないね、木村くん。気を使わせてしまったな。そのやりとりを見ていた引田さんは、少しふらつきながら、とぼとぼと出口に歩いていった。俺は中井さんの気遣いに救われて、今度は別の部屋へ通された。爽やかなワインの香りが広がる中、俺は話を切り出した。正直に申し上げまして、我が社単独では厳しいです。他の提携先を探しますので、お時間をいただけますか？シェフのお名前があれば、すぐに見つかると思いますが。こちらは急いでいないよ。時間はいくらでもかけていい。君は正直でいい。信用できる。上辺だけ調子のいいことを言っている他の連中とは違う。我々と同じように仕事に熱意を持って取り組んでいるのがよくわかる。目上の人から褒められるのは素直に嬉しい。ありがとうございます。シェフに頭を下げると不意に個室の扉が開いた。オーナーの木村でございます。ご挨拶をさせていただいてよろしいでしょうか。そこには清掃をビシッと決めた物腰柔らかな父の姿があった。その端正で美しい雰囲気に息子である俺は思わず息を呑んだ。そう、この料亭のオーナーは俺の父親だ。父は大学で経営学を学び、高級志向の飲食店をいくつも経営する社長だ。木村社長がわざわざ？シェフも驚きを隠せない様子だった。はじめまして。お名前は金々お伺いしておりました。いつかシェフには会ってみたいと思っておりましたが、こんな形でお会いできるとは。それにしても雄大、立派になったな。お前に、どうしても外せない商談があると頭を下げられた時は戸惑ったが、まさかシェフをお呼びしているとはな。ありがとう、父さん。おかげでいい商談ができているよ。あれだけ俺を大学に行かせたがっていた父。その目はあの頃の子供を見る目ではなかった。木村くんは木村社長のご子息でしたか。彼は素晴らしい。我々は料理を美味しく召し上がってもらうことに夢中で、世間の声には疎かった。その価値観を変えてくれたのが木村くんだ。素晴らしい料理の味をみんなに知ってもらいたい。レストランに来れなくても
気軽にちょっとした贅沢ができるように、と私の料理を認めてくれ、世間に広めようとしてくれている。社運と自分の人生をかけてね。ほう、雄大がそんなことを。気軽に食べられる俺の人生を変えたカップ麺も気軽だったからこそあんなに美味しかったんだ。高級店だと緊張してしまう人もいますから、そんな人でも楽しめるように本当に美味しいものを広めていきたいんです。父さんの会社の人にもいつか監修をお願いすると思うから、その時はよろしく。雄大、本当に立派になった。大学の件はすまなかったよ。無理をさせていたんだろうな。たまには家に帰ってこい。その立派になった姿を母さんにも見せてやってくれ。涙ぐむ父に、俺も思わず目頭が熱くなった。あの頃はわからなかったけど、今ならわかる。学歴も二人が言ってたように大切だった。けど、もっと大事なことを教えてもらったよ。こんな俺を大事に育ててくれてありがとう。後日の引田さん、彼は会社をクビになりそうだという。会社からシェフに連絡が行った時に、シェフがこっぴどく怒ったそうだ。引田さんの上司が平謝りするも、プロジェクトに再び参加することはかなわなかった。俺は無事に他の提携先を見つけ、うまく話は進んでいる。そんな折、引田さんから俺に電話が来た。もう接待はできませんよ。正直うんざりしていた俺は冷たく突き放した。まあまあ、そう言わないで。あの時は悪かったね。なんとかプロジェクトの末席に加えてもらえないか？そうだ、接待の予算も多少は降りるから、またあのスナックに二人で行こうじゃないか。今度は私がお会計を持つから。そう言われるも、その言葉に熱意は全く感じられない。仕事を何だと思ってるんだ。あなたと一緒に働くなんて、ごめんこうむりたいですよ。会社の指示じゃなければ、一緒に飲みに行くのも嫌ですよ。もう連絡してこないでください。はっきりとそう言うと、彼は息を巻いた。絶対に私がいた方がいい。私がいるだけで、何もかもスムーズにことが運ぶ。君が出世できるように、力を尽くそうじゃないか。出世したいだろう？出世なんてしてもしなくてもいい。そうやって言葉巧みに人をたぶらかすのが営業の仕事ですか？俺はそうは思いませんね。口だけなら何とでも言える。行動が伴ってこその営業ですよ。行動が伴ってこそ。家では寡黙な父だったが、仕事をしている父の姿、俺はあの瞬間に父に憧れた。行動を作るのは習慣だ。父がどれだけストイックに自分の振る舞いに気を使っていたのか、今ならわかる。俺はそんな父の背中を見て育ってきたんだ。引田さんの薄っぺらい言葉にもう惑わされることもない。引田さん、聞こえてますか？そう尋ねるも、電話口から返事は返ってこない。俺は電話を切った。結局、彼は自社の工場に左遷された。口だけではどうにもならない仕事。彼にはちょうど良さそうだ。行動が伴ってこそ、そして結果は行動によって決まる。俺の人生がそうだったように、すべての物事は、自分の行動次第。どんな人生を歩むか、どんな夢を叶えるか、一つ一つの小さな行動はすべてそこにつながっている。人生という物語、その主人公は紛れもなく自分自身だ。作業着着てるってことは、どうせ大した仕事じゃないんだろう。
それなのに、こんな高級店来るなんて、見えっ張りな野郎だな。そこまで無理しなくても、今時安く飲める店なんて、どこにでもあるだろう。わけあって、行きつけの高級料亭に作業服で行くと、見るからに感じの悪い男性と派手な女性に絡まれた。俺が相手にしないでいると、男が立ち上がって俺に凄んで言った。聞こえなかったのか？その面見てるとこっちまでムカムカするんだよ。汚え作業員は帰れや。確かに作業服で料亭に来たことは悪いかもしれない。でもあまりにひどい言いようじゃないか。しかし彼はこの後自分の行動を悔いることになる。そして俺に土下座をして詫びることになろうとは、この時は思いもよらなかっただろう。俺の名前は永瀬慎吾。独り身の荒沢として淡々と仕事に励む毎日を送っている。そんな俺の唯一の楽しみは、偶然見つけた料理屋で、うまい料理とお酒に舌鼓を打ちながら、おかみさんや常連さんたちとおしゃべりをするひとときだ。大学を卒業し、建設会社に入社してから数年が経ち、いくつかの仕事を任される一方、それなりに悩んだり、ストレスを感じることも増えてきた。ちょうどその頃、仕事でかなり落ち込んだことがあり、せめて酒でも飲んで忘れようと目についたお店がここだった。高級料亭として紹介されることもあるが、おかみさんが作る旬の惣菜はもちろんのこと、全国各地の日本酒を取り揃えており、気づけばちょくちょく足を向けるようになった。もともとこのお店は高級割烹としてやっていたお店で、離れのような小部屋からは時々俺とは縁遠い様相を呈した方々が出入りしているところを何度か見かけたことがある。だが、おかみさんが醸し出す空気は、ほんわかと暖かく、常連さんたちも穏やかで明るい人たちが多い。そんな居心地の良さに、俺は日頃のストレスが癒えていくようだった。ここ最近、繁忙期ということもあって、なかなかお店に行けなかったのだが、それもようやく落ち着き、俺は意気揚々とした気分でお店に向かった。どうも。あら、いらっしゃい。よう、最近全然顔見せないと思ったから心配しちゃったよ。のれんをくぐると、いつもの見知った顔が次々と声をかけてくれる。すると、その中に一人初めて見る人がいた。しかもよく見ると、なんだか顔が真っ赤だ。この人ね、一週間前からよく来てくれる人なんだけど、よっぽど何かあったのかね。この通りよ。おしぼりを渡しながら、おかみが小声で説明してくれた。常連さんたちも心配そうな目を彼女に向けている。シュミパイセン、さっきと同じの。すでにろれつも回っておらず、目の焦点も合っていない感じだ。初対面といえど、なんだか心配になってきた。お客様、先ほどから随分飲まれてますよね。大丈夫ですか？大丈夫、大丈夫。随分と上機嫌な様子だが、周囲は明らかに困惑している。すると、何を思ったか。いきなり立ち上がり、どこかへ行こうとしている。どうされました？ちょっと、トイレ。そう言いながらも、足元はかなりおぼつかず、しまいには、その場に尻餅をついてしまった。いてててて。今にもその場で眠り込んでしまう様子を見て、俺は思わず言った。おかみさん、お水ください。大丈夫ですか？はい。おかみのご厚意で奥の小部屋を使わせてもらい、
彼女にはそこで休んでもらうことにした。時折トイレに駆け込むこともあったが、水を飲んだり窓を開けて涼しい風に当たっているうちに様子が落ち着いていった。俺はこれまでも先輩や同僚の介抱を受け負ってきたこともあって、慣れた手つきでお世話をする。すみません。お店にもあなたにもこんなに迷惑をかけてしまって。いえいえ。でもそんなになるまで飲んでたら体に悪いですよ。俺はさらっと軽い調子で言ったつもりだったのだが、彼女はすっかり恐縮してしまったようで。本当ですよね。私バカみたい。いやいや、別にあなたを責めたくて言ったわけではなくて。俺はこの気まずさを解消しようと、つい自己紹介に走ってしまった。こんなタイミングでなんですけど、自分は永瀬と言います。今日はありがとうございました。大塚理恵です。彼女は引くこともなく、名乗り出てくれた。それからしばらくは、他愛もない会話で盛り上がり、体調も幾分落ち着いてきたということで、家に帰ることになった。一人で大丈夫ですか？ええ、だいぶ気持ち悪さもマシになりましたので。そう言いながら、リエさんはしわくちゃになった服を少し整えた。おかみさん、今日はすみませんでした。皆様にもご迷惑をおかけしました。そう言って、心配顔のおかみさんや常連さんたちに頭を下げながら足早に店を出てしまった。あの方、何かあったのかしらね。店の出入り口付近を見つめながら、おかみさんがぽつりとつぶやく。リエさんが帰ってからも、俺は彼女が時折見せた陰りのある表情がいつまでも頭から離れなかった。そんな中、人生で喜びの瞬間がやってきたのだ。おい、永瀬。必死でパソコンと格闘していた俺に、上司が声をかけてきた。はい。君に内耳が出てるぞ。え、内耳？俺、何かやらかしちゃいました。だが、怖いぐらいの笑顔の上司から告げられたのは、左遷でも栄転でもない、昇進だった。おめでとう。日頃からコツコツ頑張ってきたもんな。ありがとうございます。すると上司がある書類を俺に手渡してきた。その鼻向けと言ったらなんなんだが、永瀬にこの件を任せたいと思う。その書類を見た途端、驚きのあまり目玉が飛び出しそうになった。100億？ああ、そうだ。なんと言っても、会社の命運がかかっているからね。でも、君なら必ずやってくれると信じているよ。ありがとうございます。この永瀬、ご期待に添えられるよう、頑張ります。そう俺は笑顔で返したものの、内心は不安でいっぱいだった。あ、もしもし、永瀬と言いますが、いつもお店にお邪魔させてもらってる。はい、そうです。会社の未来を左右する、どでかい案件を任され、俺は連日残業しながら、契約書類をまとめ上げ、今日、ようやく書類を完成させることができた俺は、一人前哨戦と称し、行きつけの料亭に電話をかけた。すみません。無理言ってしまって。いいのよ。長野さんとは長い付き合いだしね。こちらこそ、いつもごひいきしていただき、ありがとうございます。いえ、こちらこそ。では、後ほど。ここ最近、順当に昇進を重ねていくに従って、仕事が猛烈に忙しくなっていった俺。嬉しくもありがたい反面、いつものように、仕事帰りに店に寄る機会が減ってしまい、それからは大きい仕事を無事やり終えた節目ごとにお店に立ち寄るようになっていた。だが店も
口コミなどで徐々に評判となっていき、今では予約をしないとお店に入れない。予約自体も数ヶ月待ちが当たり前なのだという。だが、俺が昔からの常連客ということもあって、おかみさんは心よく承知してくれた。久しぶりにおかみの味を堪能できるなんて。俺はそんな夢心地な気分で、会社に戻る道すがらを歩いていた。すると突然、歩いていた俺の横を猛スピードで車が通り、その拍子に水たまりの水を思いっきりかぶってしまったのだ。ひゃあ、なんてことだ。幸いパソコンは持ち歩いておらず、スマホも多少濡れただけで済んだが、この格好ではお店に入ることはできない。俺は腕時計を見ながらぽつりとつぶやく。今から家帰ったら間に合わないな。こうなったらしょうがない。俺は会社に戻り、現場仕事の時に着る作業服に着替えた。びしょ濡れのスーツやシャツは会社近くのクリーニングに出し、その足で店に向かった。こんにちは。お待ちしてましたよ。それにしても災難だったわね。おかみさんが苦笑いしながらおしぼりを出してくれた。失礼があってはならないと、おかみには事情を話し、了承をもらっていたこともあって、俺は久しぶりに味わえる料理と心地よい時間が過ごせることに胸を高ぶらせていた。するとその時、どうも、橋本ですけど。そう言って若い男性と派手な女性が一緒に入ってきた。男は見るからに高級そうなスーツに、大きく開いた襟元から金のネックレスが見え隠れしており、そんな彼にべったりと寄り添い、時折耳元で何かを囁いている彼女も、胸元がパックリ開いたワンピースを着こなし、肉感的な様相を漂わせていた。随分と派手な二人だな。横目に二人を見ながら、俺はおちょこを傾けていた。おかみさんも二人を見るなり、一瞬ぎょっとした目をしながらも、いつものようなほがらかな笑顔を浮かべる。橋本様、二名ですね。お待ちしておりました。二人はカウンターの真ん中にどでんと腰掛け、メニューを開いた。ねえ、ここってワインないの？女性が猫なで声で不満を漏らしている。申し訳ありません。ワインはうちでは置いてなくて。ですが、とびきり美味しい日本酒はたくさんありますからね。女性にも飲みやすい銘柄もありますよ。だが、二人とも、おかみの話など気にも留めず、メニューから目を離さないまま、次々と注文していく。なんだか嫌な感じだ。せっかく久しぶりに来たのだから、彼らのことなど気にせず、楽しもう。そう思い、俺は追加注文をしようと、おかみを呼ぼうとした。その時だった。おい、お前。男が急に、俺に絡み出してきた。面倒くさいと思ったが、下手に無視をすると、厄介になることも分かっていた。何か？すると男は、ニヤニヤしながら、お前さ、その格好で恥ずかしくないわけ？仕事帰りですので、おかみさん、冷酒1合追加で。はい、ただいま。俺は適当にあしらい、話を終わらそうとしたのだが。あらあら、ずいぶんと頑張っちゃってるな。なあ、お前もそう思わない？ずいぶんとしつこい男だ。俺が黙ってると、男はケラケラと笑いながら、さらにバカにしてきた。作業服着てるってことは、どうせ大した仕事じゃないんだろ？それなのに、こんな高級店来るなんて、見えっ張りな野郎だな。そこまで無理しなくても、
今時安く飲める店なんてどこにでもあるぞ。男はそう言ってビールを煽り、女性も寝踏みするような目つきで俺を見ている。俺が相手にしないでいると、男が立ち上がって俺に凄んで言った。聞こえなかったのか？その面見てるとこっちまでムカムカするんだよ。汚え作業員は帰れや。空気悪くなんだよ。俺はいたたまれなくなり、思わず口を開こうとすると。お客様？おかみさんの声がスルッと入ってきた。一見、いつものほがらかな表情に見えるものの、その瞳の奥は完全に怒っている様子だ。何？今俺、この人と喋ってるんだけど。男が俺を指さしながら、ツッケンドンに返している。お楽しみのところを申し訳ありませんが、今日はお引き取りいただけますか？は？何言ってるんだあんた。二人は眉間にシワを寄せながら、おかみさんを睨みつけている。だが、さすがは老舗の高級割烹を切り盛りしてきただけあって、堂々としたオーラを放っている。他のお客様の迷惑になりますので、今日のところはお帰りください。もちろんお代は結構ですので。俺を迷惑だって言ってるのか？ふーん、大した度胸してるね。俺がその気になればな、こんな店ぐらいどうにでもなるんだよ。これ以上迷惑行為をお続けになるんでしたら、警察呼びますよ。すると女が男の袖を引っ張り、帰り支度を始めた。ほんと最低。ふん、覚えてろよ。それぞれ捨て台詞を吐きつつ、派手に足音を立てながら店を出て行った。扉を思い切り閉められた瞬間、おかみさんが大きくため息をついた。すみません、おかみさん。俺がこんな格好でいたばかりに。こちらこそ、不愉快な思いをさせてしまってすみません。永瀬さんは何も悪くないわ。おかみさんは申し訳なさそうな表情でテーブルを片付け始めた。そこからしばらく沈黙の時間が流れる。気がつくと、それまでいたお客さんは帰ってしまったらしく、店内は俺とおかみさんだけだった。するとおかみさんが口を開いた。今日は看板にしましょう。永瀬さん、よろしければ一杯付き合ってくれませんか？気まずい空気を払拭するようなカラッとした口ぶりに、俺は思わずうなずいた。ええ、もちろん。ありがとうございます。今日は嫌な思いをさせてしまってごめんなさいね。サービスさせていただきますからね。そう言って、軽い足取りで入り口に向かった。おかみさんが悪いわけじゃないのにな。ただ、おかみさんの心遣いは嬉しかった。そう思いながら杯を傾けていると、先ほど男たちが座っていたあたりに何かが置いてある。なんだこれ？どうやら男の名刺ケースのようだ。見るからに高級革で作られた一生もので、若いくせになんで俺よりもいいものをと、ふんまんたる思いで中を開けてみた。真ん中には大きく、江波大輔と印字してある。あいつ、偽名で予約していたのか。ん？この会社って。なんと、記されていた会社名は、俺が任されている100億案件の取引先だ。それに、先方の名前も、確か同じだったはず。あら、先ほどのお客さんの忘れ物ね。預かっておかないと。おかみさんが名刺ケースを見て、そう言ってきた。ああ、大丈夫ですよ。ここの会社とは取引があって、明日、ちょうど行くことになってるんで、ついでに届けます。あら、
知っている会社の人だったのね。では、お言葉に甘えてお願いしちゃおうかしら。おかみさんのお茶目な言い方に、俺の心はすっかりほぐれていった。そうして、すっかりほろ酔い気分になった俺は、楽しくも穏やかな時間を過ごし、先ほどの嫌な出来事は、すっかり頭から忘れることができた。若干の二日酔いを引きずりながら、俺は取引先である浪江商社へと向かっていた。浪江商社は、聞けば誰もが知っている大企業で、社長は一時期、経団連のトップについていたこともある。見上げるほどの大きいビルに入った俺は、女性社員に案内され、会議室の一角に座った。今日の契約に必要な書類を確認していると、ノックオンと同時に女性社員が湯飲みのお盆を持って入ってきた。あれ？あ！なんとそこにはお盆を持ったまま、顔を真っ赤にしているリエさんが立っていた。彼女はすぐさま頭を下げた。いつぞやは大変お世話になったのとご迷惑を。いやいやいや、それよりもあの後ちゃんと家に帰れたかい？するとリエさんは満面の笑みを浮かべながら。はい、おかげさまでなんとか自分の家にはたどり着けました。それにしてもまさかここであなたに会えるとは思わなかったよ。本当に。リエさんはほがらかに笑いかけた。料理屋の時のあのやさぐれた様子からは想像もできない清楚な空気をまとった人だ。俺はあまりの違いに思わず見とれてしまった。あの、私の顔に何か？いや、その、この間会った時と随分感じが違うからさ。ははは。俺は恥ずかしさをごまかすように笑う。そうですよね。あの時はかなりお見苦しいところをお見せいたしました。そう言って彼女は軽く頭を下げた。お互い照れ笑いをしつつ、早速連絡先を聞こうとスマホを出した時だった。ノックオンと同時に、扉が豪快に開かれ、担当者らしき人間が入ってきた。いやいや、遅れてすみませんね。あれ？あなたは？そこにいたのは、昨日料理屋で、俺に暴言を浴びせてきたあの男だった。すると昨日の出来事が、たちまち色を帯びて鮮明に蘇ってきた。ほう、あんな格好をしていたから気づかなかったけど、まさか担当者だったとはね。男、もとい、江波大輔は、俺が案件の担当者であることを知るや、ネクタイを緩め始めた。奇遇ですね。やはりそうだったか。あれほどの暴言をした人が、まさか取引先の専務だとは信じたくなかったが、俺はそれ以上の言葉が出てこなかった。リエさんも一体何のことかと目を丸くしている。話によると、大輔は浪江商社社長の息子であり、専務なのだという。今回の案件は、浪江商社きっての大きな案件ということもあり、大輔が担当しているのだという。というわけで、よろしくね。っていうかさ、何？二人はもともと知り合いだったとか？そう言って大輔は、疑い深い目で俺を見ながら、リエさんの肩に手を置いた。ええ、食事中に偶然お会いしたの。それにしても随分親密な感じだな。それに対し、俺は手のひらを横に振りながら。いえいえいえ、たまたま隣り合わせになっただけで。まるで俺の心中を見透かされているような気がして、思わず声が上ずってしまった。すると大輔はいきなり彼女の肩をガッと抱き寄せ、頬同士をくっつけた。
彼女は俺のフィアンセでね、今は俺の秘書をしてくれているんだけど、いずれは次期社長夫人として家庭に入ってもらうつもりだ。だからお前の入り込む余地はないってわけ。残念だったな。え？フィアンセ？俺は心のショックを隠せずに呆然としてしまった。でも待てよ。じゃあ昨日大輔が一緒にいた女性は一体？俺が大輔と理恵さんを見ながら考えていると、大輔は俺の耳元で静かに言った。おい、お前余計なこと言ったら契約はパーだからな。大輔が睨みを聞かせてくる。すると彼女が恐る恐る口を開いた。あの、専務と永瀬さんは以前からお知り合いだったんですか？ああ、同じく俺も偶然会ってね。それにしてもこれだけの巨額案件をあんたが担当していたとはな。お宅の会社大丈夫？そう言って大輔は鼻で笑った。それでは契約についての話を。俺は仕事の話を進めるべく改めて大輔に向き合った。すると大輔は俺を一別して言った。これ以上あんたと話すことはない。こちらの条件は書いてある通りだ。それが飲めなければ契約はなし。あくまで主導権はこちらにあることを忘れるな。俺の機嫌を損ねるようなことがあれば、この百億の件はなかったことにするからな。そうして彼は理恵さんを話し、書類をわしづかみながら部屋を出て行った。俺は中腰のまま呆然とドアの方を見つめていた。こちらに話を振ることもせず、自分の感情だけで強引に契約を進めようとしていることに、俺は苛立ちのようなものを感じていた。あの、大丈夫ですか？理恵さんからの問いかけに俺はようやく我に返った。あ、すみません。俺は湯飲みのお茶を一気に飲み干し、荷物をしまおうと手を突っ込んだとき、あるものが手に当たった。あ、これ渡すの忘れてた。昨日大輔が店に忘れていった名刺ケースだ。理恵さん、申し訳ないのですが、江波専務にお渡しいただけますか？理恵さんは驚いた様子で差し出されたそれを受け取った。お預かりいたします。あの、なぜあなたがこれを？専務とは昨日料理屋で偶然会ったんです。その時お忘れになったようでして。その話を聞き、理恵さんは名刺ケースに目線を落とした。すると意を決したように顔を上げ。永瀬さん。何でしょうか？昨日お店で何があったのでしょうか？専務の態度がどうしても気になってしまって。彼女は悲壮な目で訴えてきた。彼女とは違う女性と二人で偽名を使って来店してきたところを見ると、何やら訳ありであることは一目瞭然だった。だがそれを婚約者である理恵さんに話してもいいものだろうか？あなたにとっては不愉快な話になるかもしれませんが。そう言って俺は料理屋での顛末を一通り語った。なるほど、そういうことだったんですね。おそらくは複雑な心中だろうに、理恵さんはそれをお首に出すことなく淡々としていた。申し訳ない、婚約者であるあなたにこんな話を聞かせてしまって。いえ、謝らないでください。そう言って理恵さんは何かを決意したかのような顔で言葉を続けた。そうやって見ず知らずの他人に突っかかっていくことは今までにたくさんありました。永瀬さんやお店の方たちにご迷惑を。そう言って理恵さんは頭を下げた。
あなたが謝ることではありませんよ。ありがとうございます。そう返したリエさんは、今にも泣き出しそうだった。この結婚は、私たちではなく、親同士が勝手に決めたことなんです。そうじゃなければ、あんな男と一緒になるなんて。そう言った途端、はっとしたように口をつぐんでしまった。ごめんなさい、こんな話を聞かせてしまって。気まずさから逃げるように、彼女はお盆を手にして立ち上がった。リエさんはこのままでいいんですか？え？俺はリエさんをまっすぐに見つめながら言う。江波専務がこちらに入ってきたとき、あなたは怯えているように見えました。それは、彼との結婚に納得していないのではないですか？でも、もう挙式は1ヶ月後に控えているんです。今さら辞めるわけには。俺がとやかく言う権利がないことは、重々承知しています。でも、人生は一度きりだ。後悔のない道を歩んでほしい。永瀬さん。それでは、私はこれで。今さらながら、おせっかいなことを言ってしまったことに、多少の恥ずかしさを覚えつつ、俺は会議室を出ようとした。すると帰り際、リエさんが驚くような発言をした。永瀬さんのような人と結婚できたら、きっと幸せでしょうね。俺はドキッとして思わず振り向いた。彼女はまるでいたずらっ子のように無邪気な笑顔を見せている。俺はいたたまれない気持ちで会社を後にしたのだった。あれから数週間が経った。俺は大輔と対峙していた。例の100億の件、契約していただいたからにはこちらの条件に従ってもらうということでよろしいですよね。彼は腕を前に組み、ふんぞり返るように座っており、それは自分の言うことに従うのが当たり前と言わんばかりの態度である。そのお話なんですが、俺はまさに人生の岐路に立っていた。思わぬ形で再会したあの日を境に、大輔からはたびたび契約同意に関わる内容の大幅変更を迫られた。それはどれもこちらが不利になるようなことばかりで、俺が少しでも躊躇する反応を見せると。俺が契約をしないと言ったら、お前の会社は間違いなく倒産だな。そうなったら、お前は一生恨まれるだろうな。と、まるで会社を人質にしたかのように、まくし立ててくるのだ。大輔の言う通り、100億の契約がダメになれば、うちのような下請けは、一気に経営が傾いてしまう。弊社におきまして、江波専務から提案されたいくつかの内容について検討を重ねてきました。俺は淡々と話を続ける。はあ、ということは、あんたの会社は賢明な判断をしたってことなんだな。大輔は余裕ぶって構えている。結論を申し上げますが、今回の100億の契約は撤回させていただくことになりました。こちらとしても大変残念なのですが。は？表情を凍りつかせながらも、大輔の横暴さは変わらない。お前、100億だぞ、100億。こんなでかい案件、自分たちから不意にするなんていい度胸だな。後悔しても知らないからな。ええ、当然、これだけの規模の大きい案件ですからね。こちらとしても、当然次の手は打ってありますので、ご心配なく。今回申し上げているのは、あくまでも御社との契約は今後一切いたしませんということですから。どういうことだ？お前みたいな下請けが、うちと契約しないなんて、倒産確定だろ？今ならまだ。
食い下がろうとする大輔に、俺は笑顔でとどめを刺す。当社は、大塚コーポレーションと正式に取引することになりました。え？端正な大輔の顔つきが少しずつ歪んでいった。大塚だなんて、冗談はよせ。仕事の話に冗談を持ち込むわけがないでしょう。大塚は、うちよりも規模の大きい会社だ。そんな会社が、お前との契約にやすやすと応じるはずは。すると、突然扉が開き。本当ですよ。そう言いながら、リエさんが入ってきた。リエ、お前なんで？大塚コーポレーションの社長の娘がそう言っているんだから、間違いないですよ。大塚コーポレーションは、リエさんの父が社長を務めている。そして、波江商社にとっては、ライバル企業にあたる。大塚も、波江商社に続くトップ企業であり、常に売り上げを伸ばし続けている大手企業として名を馳せている。リエさんの父である社長は、かなりのやり手であり、型にとらわれない手腕を発揮し、同業他社からはもちろんのこと、経済界からも一目置かれている。だが、社長の野望はそれだけにとどまらなかった。というのも、以前から波江商社の知名度に目をつけており、なんとか関係を強固にできないかと、あれこれ考えを巡らせていたらしい。そこで考えたのは、娘の理恵さんと大輔さんを結婚させ、将来的には、グループ企業としてさらなる発展を狙おうということだった。計画を聞いた大輔の父は当然首を縦に振り、大輔も乗り気になった。理恵さんの知らないところで自分の将来が次々と決められていく。その当時、理恵さんは数年勤めた会社を辞め、大塚コーポレーションで働いていたのだが、突然、波江商社で大輔の秘書につくよう言われたことで生活は一変した。突然言い渡された婚約話、仕事中ずっと顔を合わせ続け、休日も会うことを強要された。両親は会社を大きくしていくことしか頭になく、結婚をやめたいといえば会社の経営に影響を及ぼしてしまうことを考えると、とても打ち明ける気にはならなかった。心も体もボロボロになり、リエさんは精神的に追い込まれていく。彼女は何もかも忘れたいと、夜な夜な酒場に繰り出すようになり、浴びるように酒を飲むようになった。そんな中、リエさんは俺と出会い、ひょんなことから料理屋の一件を聞くことになる。大輔の女性好きの噂は、なんとなく耳にしていたものの、到底信じがたかった。悩みに悩んだリエさんは、思い切って両親に打ち明けることにした。見た目はもちろんのこと、人当たりも良い上に仕事ができると評判の大輔が、そんなことをするわけがない。最初はとても信じられないと、怪訝そうな顔をしていたが、一人娘の必死な訴えが決め手となり、父は社長として、ある決断を下したのだった。本当に大塚と契約したんだな。そう言った大輔はどこか放心したように見えた。だが次の瞬間、大輔が理恵さんを横目に見ながらこう言った。まあいい、所詮契約が波江から大塚になっただけだ。お忘れかと思うが、俺は次期社長として、大塚の方も束ねていくことになるんだ。あんたのところなんて、どうとでもなるんだからな。そうやって大口叩いていられるのも、今のうちですよ。なんだって？大輔は、鋭い眼光で、俺を睨みつけている。すると理恵さんが、ある書類を、彼の面前に叩きつけた。これは、
ぶちまけられた写真たちを前に、大輔はガタガタ震えている。そこに写っているのは、料理屋で一緒にいた女性をはじめ、似たような派手な女性とあられもない格好をしているツーショットだ。れっきとした証拠です。これでも大したことないと言えますか？お前。大輔の目は怒りに燃えている。だが理恵さんは毅然とした態度で言葉を続ける。あなたのこと、こちらで調べさせてもらいました。理恵さんから大輔の話を聞いた両親は半信半疑でありながらも、更新所に大輔の調査を依頼した。そうして数週間が経ち、両親のもとに知らされた結果は想像をはるかに超えていた。父は絶句し、母は涙を流した。理恵、お前の話を信じようともせず、辛い思いをさせてしまった。そう言って、二人は何度も理恵さんに頭を下げた。こんな奴のところに娘をやるわけにいかない。二人は激怒し、先方に婚約破棄を突きつけることを決めた。どうして?大輔は動揺のあまり全身が震えている。そういうことだ、大輔。え?いつの間にか、浪江商社の社長が会議室のドア付近に立っていた。理恵さんからすべて聞いたよ。お前、よくも会社に泥を塗るようなことをしてくれたな。親父、それは全部デタラメだよ。悪いのは全部こいつなんだ。そう言って、大輔は俺を指さしながら責任を逃れようとする。永瀬さんを巻き込まないで。あなた、ここにいる女性だけでなく、会社の女性社員にも手を出していたそうね。しかも、犯罪まがいなことまで。そう言って、理恵さんは、それ以上は言葉にならないようだった。100億の契約がパーになったのも、大塚コーポレーションとの提携がなくなったのも、すべてはお前がしでかしたことが原因だ。そんな奴に、うちの会社を任せることなどできない。社長は情けないと言った様相だ。すると大輔は先ほどの態度からくるっと変わり、土下座の格好で許しを請うてきた。申し訳ありません。次こそは頑張りますので、この通り。それで許されると思っているのか。情けないよ。今までは多めに見ていたが、もうお前にはほとほと愛想が尽きた。そう言って社長は俺に対し深く頭を下げた。永瀬さん、この度は息子が大変な無礼をしました。お店の方には後日謝罪に伺おうと思っています。何卒。そうして社長は大輔を引っ張りながら会議室を出て行った。永瀬さん。理恵さんの声で俺は緊張の糸が解けたのか、思わずその場にへたり込んでしまった。理恵さん、これであなたも自分の道を堂々と歩めますね。はい。彼女の目は何もかもからすべて解放されたかのような安堵した思いが溢れていた。浪江商社はここ数年の不況の煽りを食らった影響で、経営が傾きかけていたそうだ。今回、100億という巨額の案件で再起を図ろうとしたが、息子のしでかした行為により、すべてが水の泡となってしまった。そうして今、浪江商社は倒産の危機にある。この衝撃的ニュースは、経済界はもちろんのこと、テレビでも大々的に報道され、かなりの話題となっていた。契約をダメにした男として社内で認知され、すっかり両親からも見放されてしまった大輔は、会社内で居場所がなくなり退職。今は行方知らずだという。
一方、大塚コーポレーションとの契約が正式に決まり、会社は一気に黒字へと転化した。その立役者である俺は、社内から湧き起こる称賛を聞きながら、ある人への思いを強くしていた。結婚おめでとう。あれから一年が経ち、俺は今、幸せの絶頂にいる。リエさんに対する思いが、日増しに強くなり、俺は思い切って告白することにした。するとリエさんは、涙を流しながらこう言った。私も、介抱してくれた時から好きになっていました。順調に交際を重ねていき、プロポーズをしたのは今から半年前のことだ。結婚の挨拶に伺った際、義父からとんでもない約束をさせられることとなった。理恵から話を聞いた時から心に決めていたことだ。ぜひ引き受けてくれないだろうか。土下座する勢いでそう懇願してきた義父のお願いを、俺はどうしても跳ねつけることができなかった。こうして俺は、リエさんという素晴らしい伴侶を得ただけではなく、大塚コーポレーション次期社長という大きな看板を背負うこととなった。つい先月、新卒からお世話になってきた会社を退職し、明日からは社長修行と称して、大塚コーポレーションの社員としての日々が始まるのだ。当然、おかみさんや常連さんたちは、俺たちの結婚を心から祝福してくれた。あの、介抱したことから始まった数々の出来事が、こんな風に繋がっていくなんて、人生とはわからないものだ。人間というのは、とかく弱い方へ流されがちだ。自分はどうして生きたいのかを深く考えることなく、ただ流されるままに、物事を選択していく人生は、後から後悔ばかりがついて回る。人生は一度きりだ。これからも、後悔することなく、リエさんと一緒に、楽しい時間を共にしていきたいと思っている。